元の仲いい先輩の人が誘ってくれて、そこから始めました。年中から始めました。庄内 FC っていう地元の少年団です。小学3年生の頃にフットサルの大会に参加したんですけど、それで県大会優勝したのが一番の思い出です。ジュビロ SS 浜松です。プロのチームのボールボーイとかして、間近でプロの試合を見れたのがすごく勉強になりました。掛川とか岩田の他のチームで岩田東来るっていうのを聞いて、自分もそこに行きたいなと思って決めました。中学に比べて走りとかが多くなってきついなってイメージはありました。厳しいこと言うときは言って、選手に冗談で笑わせてくれたりとかしてくれてすごく面白いですし、伊藤先生は自分の担任でもあるんですけど、生徒目線になってくるというか、自分たちと一緒の目線でなんかいろいろ考えたりされたりしてくれたりするんで、すごいいい先生だと思います。下からつないでボール大事にして攻めるっていうのを大事にしてます。全国出場です。